地震の時田山六夜すさまじい光景だ人が行く荷場車が行く乗り合い自動車が行く鈴なりになっている電車が行く道も歪んでいる木も曲がっている空も三角になって見えるどうしても立体派の絵画という気がした 私は草履キにキャハンという姿で二色の結びを背負って焼け跡をそっちからこっちへと歩いた。自然の力は大きい。人間のこしらえたものなどは何でもない。一応は誰でもそういう気がするだろう。しかしそれは今の場合あまりに抽象に過ぎる。そうは言いたくない。それよりはむしろ 目を見張ってこの自然と人間との忌まわしい工作をじっと見つめていたいどうしてこういう痛ましい光景があるかを見つめていたい私はこの23年廃墟ということを非常に考えた人間の滅びていく様映画の破壊されていく様 人の心の空虚に帰していく様。そういうことに絶えず目を見張った。そしてその荒涼とした廃墟の中から再び新しい目が出ていく様を想像した。今、それが私の目の前にある。夢でも空想でもなしに私の目の前にある。この焼け跡の中から 燃え出してくる新しい目を想像しながら私は怪人の中を歩いた一番悲惨だと思ったのは無論被服廠の焼け跡だが大川の騎士は害して凄まじい光景を呈していたそういう人たちにとってはその川は実に生死の境であったのであるその川が 一筋白く横たわっているためにどうすることもできなかったのである私は至るところに船が焼けてその上に二三人の避難者の黒焦げになって焼死しているのを目にした五日目に私は馬屋橋を渡った両国橋だけは落ちずに 自動車でも何でも通るようになっていたのであったそうだけれども私は本郷の方から行ったのでまっすぐにそっちへと向かったそれにしても何というすさまじい光景だったろうどこを見渡しても焼け野原で吹きさらしの風が怪人を飛ばして目もろくに開けては通れないというありさまだったい,いな 電線や電車の線は中央に外状に焼け落ちているので注意しないとすぐそれに引っかかりそうになった酪山道病院の角辺りからは浅草の観音堂の焼け残ったのがそれと指さされて見えた「馬ま橋は渡れるかしら?」。それまでにも 私は何べんとなく聞いてみたが誰もその真相を知っているものはなかった巡査ですらどうなっていますかな状況が一つも分かりませんからなどと言ったついその橋のそばまで行ってみなければその本当のことは分からなかったたちまち私は 群衆の一列に並んでいるのを混雑した停車場などで折々見かけると同じような状態で並んでいるのを目にした橋は一人ずつしか通れないのであった見ると向こうから来るのとこちらから行くのとが遠く連なっているのがそれとはっきり指さされた橋のたもとには 銃剣をつけたた兵士が立っていた向こうからやっと渡ってきたものが「まあ,あよかった。まるで命がけだ。こんなことを言っているので私にも次第に橋の危うく破壊されているのが分かってきた。私はいっそ大回りをして両国橋の方へ行こうかとすら思った。しかし、 すでにそうした群衆の一列の中に一人になった私はせっかく骨折って締めた位置を捨て去るにも忍びなかった次第に私の番が近づいてきたこうした危険を私はいつどこで経験したであろうか私たちは焼け残った幅三尺ばかりのガス管の上をそれも 折り壊れてぐらぐらしている上を大川の水がめくらめくばかりにキラキラ流れている上を手と足との平均を失ってそこから落ちたが最後命がなくなるのを覚悟しなければならないような上をところによっては細い電線をまたところによっては 大きな鉄の狂乱を頼りに一歩一歩たどるようにして渡っていかなければならないのであったところがそれのみを命の綱とすがってきた電線が橋の中ほどのところでほっつり耐えてしまった時には私はどうしようかと思ったそれにその辺りには青ぶくれになった死骸が 破壊された橋の桁に三つ四つも引っかかっているではないか私はそれを渡り終わるまでほとんど生きた空がしなかったことを思い起こしたえらい橋だな渡り終わった時私は思わずこう読後したそうです 土手があったから私たちは助かったんです川と道と同じ高さになっているところでは大抵消失するか川に飛び込むかしなければならなかったのです私たちは土手の下に追い詰められてしまいには水の中に首まで浸かりましたそうですねそうして何時間いましたかね 少なくとも七八時間はいましたろうねお話しても何にもなりませんよそうさなあれは何時ごろだったろうな夜の九時ごろだったかな向こう岸がいっぱいの日で凄まじい光景なんですその時 あれでも100人くらいはいましたろうかね。向こう岸で、助けて、助けてという声が聞こえるのです。しかし、どうすることもできません。船もありません。こちらも死ぬか生きるかです。その中、その声も、規制もばったりなくなってしまいました。 みんな死んだんだなこう思うと何とも言われない気がしました。何もかも皆焼けた。流行亭も深川亭も亀聖も皆焼けた。枕橋の八尾松も焼けた。矢野蔵の福井も焼けた。そうした焦土の中を 大川だけが寂しく香料として流れている。東京でうまいものを食わせる店も大抵は焼けた。うなぎ屋もほとんど全滅だ。前川も重箱も、やっこも神田川も筑陽もすべて焼けた。菓子屋も実験棚の多月、広小路の風月、 浜町の古月、すべてみな焼けた。各地方の名物を集めた菊や山城や室伏などという家も焼けた佃煮で有名な浅草茅町の船さも焼けた下屋の西黒門町にあるもなかで近頃売り出した兎屋という家も焼けた。 焼け出された人たちが皆避難してきたので、山手方面の雑踏はなんとも言われない。こんなにも人間が東京にいたかと思われるくらいである。そしてそういう人たちは男女を問わず、帰遷を問わず、すべて浴衣がけで、放かぶりをしたり、尻からげをしたりしている。この頃では、 炉の羽織などを着て歩いているものはめったにない焼け跡で大きな包みを負っているようなものが多いそういう形から見てもこの震災の人心に及ぼした影響の大きいのが分かった路房に出ている食物店も明治の初年を私に繰り返させるに十分であった。 牛飯や水豚などはもはや40年も昔のものだ私が12歳の頃東京の真ん中に出ていた時のものだがそういうものがたとえ一時とはいえこうして復活してくるとは不思議な気がするやはりいざとなるとああしたプレインなものになってしまうのかという気がする確かにあれでも 人間は生きていられる焼け跡を歩いている中で一番ありがたかったのはところどころに山水車の使用する井戸が残っていたことであるそれは私ばかりではない誰でもそう思ったにそういないその証拠にはそれのあるところにはどこもいっぱいにその人だかりがして冷たいきれいな水が その折れ曲がった鉄管から天の甘露でもあるように美しく流れ出していた。私は後には慣れてまな板橋外の山水車の井戸のあるところにきに帰りによってその鉄管に口をつけて怪人の中の炎熱に達した喉を潤すのをデートするようになった。そこの水は 多い井戸の中でも優れてきれいでかつ冷たかったのであった時には私はこういう中での性欲状態を頭に浮かべてみたりした人間はしかしそんなに弱いものではないと私は思ったどんな中からでもどんな悲惨な状態の中からでも と新しい芽が生えた新しい心が燃えた新しい恋が培われたどんな状態でもどんな惨めな状態でも平凡よりは良い退屈よりは良い腐っていく贅沢よりは良い